6月9日日曜日の全国のお天気をお伝えします。全国的にすっきりしないお天気となります。外出の際は雨具があった方が良さそうです。まずは西日本から南西諸島にかけて前線の影響や低気圧の影響を受けて朝から雨が降るところが多くなります。特に南東風が入る四国地方や九州地方の一部エリアでは大雨となる恐れもあります。降り方に注意してください。また北日本は北海道で雨の予想となっています。こちら前線や低気圧、西日本のものとは別要因となりますが、日本海側を中心に雨雲広がりやすくなります。お出かけの際雨が降っていなくても雨具が欠かせません。また札幌の予想最高気温は20度と前日に比べて大きく気温が下がります。体感変化で体調を崩さないように暖かい服装を心がけてください。東北から北陸にかけて関東もですね、雨の心配は少ないですがにわか雨の可能性はあります。お出かけの際はお守りに折りたたみ傘があると安心です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。